すいません。肩並べんなよお前。おばちゃんのショートには何だ。この年齢だからカットする。メイクアップしたら失礼ですか。そうだから四角っぽくなる、うん、ちょっと不安しかない。軽いし丸い。やばー、今までで一番軽いのみたいな。エリアスとか、うん、お願いします。お願いします。今回はなんとこの間コラボして勝利さんと対決したんですけど、はい、村田勝利と申します。ショートのカリスマ対決させてもらって、で今回うちのチャンネル対決したんですけど。しました。え、したじゃないですか。あの時小川さん勝ちましたもんね。俺が勝って勝ってない、勝ってない。まだ誰も知らない。勝利さんのチャンネルで出させてもらったんで、今回ちょっとうちのチャンネルにレスキューしに来ていただきました。参りました。よろしくお願いします。ありがとうございます。遠いところ今日は好感度を上げに参りました。と一緒にコラボしたその概要欄今日貼っとくんで、ぜひ見てください。はい、お願いします。お願いします。キャラ違いますねやっぱり。そうですよ。ぜひ見てください。そっちのチャンネルで僕がどんなに絡まってるか分かるんで。11万人ですね。11万人ですよ。いやもう数は関係ないですからね、はい、11万人の方に小川が肩並べんなよお前。同じ画角に映んなよ。本当すごいことなんですよマジで。本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。よろしくお願いします。今日のモデルさんはこちらです。お願いします。今回はうちのスタッフの松井さん、はい、はいなんですけど、よろしくお願いします。まあ、髪の毛の問題やら悩んでるところ、ね、悩みは額っていうかいつもこう耳かけてたりするんですけど、ここが気になって枝も気になる。襟足が長すぎてショートにはでないんですね。今日はショートとかボブとか短めにしてもらおうかなと思ってるんですけど、はい、年齢も上がってるので老けたくないな。老けたくない。実際でも短くしたら老けるっていうのは結構年齢だから、年齢がその年齢だからカットする。短くしたら失礼ですか。年齢が年齢だからカットしたら短くしたら老けると思ってるんですか。年齢上がると短くする人増えるじゃないですか、うんうん、なんか顔が前面に出てアラが出そうな。おばちゃんのショートにはなりたくない。あ、おばちゃんのショートってでもそもそもどういうのがおばちゃんショートだと思ってるんですか。例えば僕が思うおばちゃんショート、上超短いっていう、段が入りすぎちゃって、はい、で下もペラペラな感じ、丸みがない。こうやってなんかちょっとおばちゃんなのかなっていうのが一つあって、まあ、でもまさしくですよね。ショートだとやっぱボリュームが欲しい、表面の丸みを出そうと思って結構短く切るパターンがあるんですけど、あんまりにも骨格に対して短くしても実はボリュームってあんまり出なくて、でしかも頭の形がちょっと逆に絶壁に見えちゃう。そのメリハリが全くなくなっちゃう。だからのっぺりしてるし、ここだけなぜかすごい短いみたいな感じになると、やっぱり今言ってる感じになっちゃうので、これで良かったって思ってもらえるスタイルってあんまりすごい段差を入れるスタイルじゃないですね。認識合ってるんですか松井さん。そうですね。言わされちゃってますか。感じるかもしれないですけど、まあ、そうですね。悩みは他には言い出したらキリがないんですけど。言い出してください。この辺は収まってる風なんですけど、後ろから見るといつもこう広がってて、はい、ここが張ってないのにここが出てるので、はい、今が四角っぽくなっちゃった。ここがハゲっぽいのも悩み、パッカリしたところでここもパッカリして白髪も気になります。量は多い人に比べたらまあ少ないって思うと思うんですけど、白髪って1本2本あっても気になる人って気になるじゃないですか。見えないけどこの辺とかもすごい。白髪ぼかしにして1年半、白髪ぼかしのハイライトは10ヶ月くらい。前の動画でも以前か白髪ぼかしやりましたもんね。やりました。毎回以前だ。チャンネル変わったみたいな。オレンジっぽくなるのがやっぱり。そうですよね。はい、明るさを出そうと思ったら基本的にやっぱりこういうオレンジ味が結構出やすい人だと思うんですよ。そうなんです、はい、ハイライト入れるにしてもハイライト入れてその間に、オレンジが気になるところを押さえていくっていうちょっと複雑な工程なんですけど、でないと結局その白髪ぼかすためにハイライトは入れてるけど結局オレンジってい う、ね、悩みは若干気にならないけど、髪色的にはっていう。なので3回からしてあげるとこのオレンジ味っていうのは気になりづらくなりますね。小川さんなんか今日あれっすね、ビビってんすか。表参道のカリスマみ全然ビビってないです。なんで俺がビビらないといけないんですか。え、僕に振らないでもらって。村田さんおいくつでしたっけ。僕28です今年。28ですもんね、はい、じゃあ僕と同い年ですね。時代は経験じゃないんで。ん
それ自分下げてますよねまあでもそもそもこのチャンネル、うちの小川が調子乗ってるんですよ、年齢で。か美容師歴マウント取ってる。ああ、なるほど。それを僕が28歳ぐらいとか、はい、そこを覆したくて始めたんですよ、小川をぶっ潰したくて。だから、はい、あの28歳の王者にとどめ、息の根止めてほしいんですよ。じゃあ今日で髪のレスキューチャンネルなくなるって。引っ越すんじゃねえよ。よかったです、ライバルが一つ消えて。いやいや、ちゃうちゃう、いいですか。はいはい、はい、じゃあ今日僕松さんのショート切るんで、おばちゃんにならないように丸みを出すショートで行く、うん、行きます。まあ、ただ骨格的にここが気になるとおっしゃったじゃないですか。はい、ここはある程度シュッとさせた方がいいと思うんですよ。ただ全く段差のない短めのボブとかだったら結構顔立ちは丸く見えるんですね。ここにあんまり厚みは残しすぎない方がいいタイプです、骨格的には。丸みのバランスすごい大事なんですけど、やっぱり量が多いじゃないですか。正直あんまり長めに切っちゃうとどれだけ量取っても結構扱うの大変だと思うんですよ。1週間もしたら根元からボリュームがまた出てきて、耳かけるのも結構大変だったりとか、この辺の切り具合がもうなくなっちゃって、スタイリングめちゃくちゃ頑張ってもうまく決まらないってことが結構起きやすいので、この辺に長さ残しつつもここはすっきり切った方がいいと思うんですよね。ただ表面の段差はあんまり入れすぎない、ここは短くなるべきじゃない、いかがでしょう。任せます。ありがとうございます。いや俺は違うよ。あ、何ですか。俺は違うよ、そんな、はい、うちの土俵でそんなカットされたくない。どうぞ。じゃあ僕だったら松井さんはもう何でも似合うんですよ。はい、松井さんっていうのはもう磨かれた宝石と一緒で何やっても光るんで。これ用意しました。してない、してないです、してないです。だからもう内面から出る松井さんを綺麗に出すのは僕の手で切れるんで、全部僕に任せてもらえば。ちょっと不安しかない。このチャンネルってこういう感じなんですか。じゃあ今日僕切るんで。いやちょっと今わかんなかったから怖い。勝利さんお願いしたい。ありがとうございます。まあ、せっかく来たんで。そうですよね。あ、そうですね、はい、ここで俺が切ったら何の意味がってなっちゃうんで。そうですね、ガチ盛りのモッサンドカット、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よし、じゃあ切っていきますね。おお、そんなに盛っちゃう。はい、一旦このぐらいで。顔周り気になるとおっしゃってたので、ここ一周はもう最初にハイライト入れちゃいます。僕のハイライトは次から伸びても同じように入れられるっていう風にしても、継続してできるようなやり方じゃないとやっぱり髪の毛って綺麗に居続けられないじゃないですか。すごいな、すごいなって言わないようにしてるんですけど、マジでもっと僕の好感度を上げさせてください。小川さん、あんまり言いたくないんですけど、私ほんと勝利さんすごいんですよ。技術とあとお人柄。いや、もう今日2回目なんですけど、1回目のコラボの時にどんな人か、やっぱ僕も緊張してたんですけど、めちゃくちゃ優しいんですよ。めちゃくちゃ優しい。なんか表現ちょっと違くないですか。もうマジで大ファンだから。大丈夫ですか、対決とかこの間やった。これだって見た人、これ飛ぶじゃないですか、概要欄で概要欄貼ってあるやつ。頼もうしてますよ。だって頼もうしてるね。だいぶキャラ違いますからね、前回と今回。頑張ったあの小川も見れるっていう。確かに小川さんのあのキャラ編も楽しみに。小川の本性ね、はい、小川の本性がと出てくるんで、ぜひそちらのチャンネルも本当に見ていただきたいなと。なんなんそのキャラ。どっち定まんないんだよ。定めてよ。定まんない。そろそろこっち混ぜていただいてもいいですか。小川さん遅いっすね。ちょっと待ってください。すみません、小川さん使わせて。いやもう本当はあの、いや使いましょう、一生ついてくるね。お願いします。小川さん緊張してますね。なんかいや緊張するよ、だって一発目の時なんかもう本当にド緊張で。なんで緊張したんですか。カットしたからってことですか。そう、カットしたから。カットしたからもう。誰がですか。え、誰がですか。小川が。この間のあの 対決の時に。僕は存じ上げないです。見てもらえばね。そうですね、分かる。それもまた前後楽しみの一つになってます。でここお店駅から結構近いですね。え、まだ近い方だなと思ったんですけど。マジですか。表参道とかのお店って10分とか平気で歩くんで、うち5分とか3分とかですけど。やっぱ駅近だとそれ大変だから。本当に家賃とにかく恐ろしいんで。経営って小川さんそこ一番経営知ってるところじゃないですか。
全然違いますよね。でもやっぱもう知らないでしょ。本当のこと言ってやってないんでしょ。知らない。で, でも僕も千葉は分かんないんで。いや千葉とかそういう問題じゃないんですよ。この人全部知らないです。全部知らない。あの経営のこと技術のことも知らないし。大丈夫ですか。誰もこのチャンネル見てお客さん来ないと思います。大丈夫です。そんなこと言って大丈夫です。これでも本当はあのみんなスタッフがいてお客様もいてコラボできてお店も会社も満々です。なんか小川さんのこのいつもの感じじゃない。で今のボケもよくありますけど普段の撮影でも、はいはい、でも多分勝利さんがいるからなんかちょっと顔震えてるんですよ。僕にしか分かんない細かい小川の違いがもう全然なんか分かるからめっちゃ面白いんですよ。勝利さんって今カットおいくらでやってるんですか。急に話変わりましたね。カットは今ご新規の方だったら 17,600円、肩より下からバッサリ切る方だったら 19,800円と。あ、そこで変わるんですね。そうですそうです。すごい。時間が変わっちゃうので。じゃあ小川さんも負けないようにね。もう行きます。あ、こっちで。あ、こっちが根元の方ですよね。全然です。いや、僕も今焦りました。なんか違うなと思って。確かにこっち俺タオル持ってるからこっち毛先だから。いや、じゃあ逆なんで渡したんですか。そういうの言い出したら本当この人はたまに止まんないんで。罠入れるんで。罠すごいですね。でもよくわかりましたね。粘土を変えてたんですよ。おお、すごっ。硬さで事故防止してるんです。そうです、はい。勝利さんの罠に逆に俺が引っかかってるってこと。僕やっぱ今日好感度上げに来てるんでレスキューチャンネル見てるファン全員取ろうと思ってるんで僕は、まあ、おばかたさんのファンは取らないですけど小川さんのファンは今日全員取っていこうかなと思って取ってほしいです。ほんと調子乗ってるんですよ。ファン多くて僕よりはるかに多いんで。やっぱそうじゃないとあれですか、勝っていけないと。そうです、貪欲さ大事だと思ってるんで僕は。後輩に取れるものは取れって言ってますね、いつは。確かに。でも頑張んないじゃないですか、出ないと。自分もそうそうね、はい、小川さん蹴落としたいんですけど、どうしたらいいですかね。やっぱり小川さんを落とす。シンプルに。シンプルに。でもあの本当にあの悪い意味で落とすってよりかはなんかいい目標があることすごいやりやすいじゃないですか。この辺とかも結構駅栄えてるじゃないですか、はい、お店美容師さんってすごい多いと思うんですよ。普通にやってたら無理じゃないですか。無理です。だから小川さんもあれですよね、ちょっとキャラ頑張ってされてるってことですよね。そうなんですよ。僕多重人格なんで。ビジネスで、はい、いろんな人に合わせてコントロールする時もあるんで。ああ、なるほど。だから前回と今回だとだいぶキャラが違うってことですね。自分でもやっぱよくわかんないんですよ、はい、どれが本当に人格なんだけど。お母さんだから近いっすよ、人生相談。怖いっすよ。え、怖いっす。ちょっと息かかってる。パーソナルスペースってあるじゃないですか。それわかんない人ですよ。徐々に距離詰めてる。あ、全部狙いで。やっぱビジネスですもんね。そうなんです。だんだんこのスペースに入っていくっていう、はいはい、最初こうだったじゃないですか、はい、でだんだんこう入っていくじゃないですか、はい、混ぜてる時ここだったじゃないですか、はい、引くじゃないですか、はい、俺も引くんですよ。これの先に何が生まれますか。やっぱ年齢僕46なんですけど、はい、しょうゆさん28じゃないですか、はい、言ってもやっぱ年の差あるわけじゃないですか、はい、僕の方がやっぱり人生経験もあるし、はい、そうですね。なんかかっこいいじゃないですか、僕の方が。言ってもまあそうだと思いますね、はい。声も渋いと思うし、はい、自分で言うのもなんなんですけど、はい、それに関してはどうですか。そうですね、おっしゃる通りだと思います。人生結構やっぱ経験してきたからなんか、はい、相談とかあります。相談ですか。特に今のところはない、ね。10年経っても小川さんはもう分かんないですよ。そう、分からせたくない、分からせたくないじゃなくて謎に包まれたい秘めた感じ。この人どんな人なんだろう、ね、あ、なるほど。この人 何考えてんの、はい、この人みたいな、はい、接客業的に大丈夫なんですか。そう思うじゃないですか、はい、分かんないです。オチがなくなる。ちょっと分かんないですじゃねえ。でもだからレスキューチャンネルが伸びてるってことですよね。かと思いますよ、うん、要因はやっぱりそういうところです。ありがとうございます。すべて計算で。計算通り。なるほど。ちょっと待って。なんかダメじゃないですか、そういうの。そういうのでやってたら。じゃあ、ハイライト部分のところに塗っていきます。先ほど3回やらないとオレンジ味取れないよって言ってたんです。はい、3回塗る時もあるんですね。あ、こうやって今やってたみたいにハイライトを入れました、で周りを塗るで
2回じゃないですか、うん、これで3回目ってことですか、ね、はい、そこ分かってなかったんですか、そこそういうこと全部3工程あのこっからもう1回やるってこともう1回やるの何やんそれは腰がもげますこれは全く白髪染め使ってないですか、全く使ってないです、ここで白髪染め使った意味ない人よくありますよね、でも白髪染めめっちゃ使ってて、ね、ハイライト的に入れて根元白髪染めちゃってるっていう、それは白髪染めですっていう話ですよね結構最近多くないですか、多いです、白髪ぼかしだけ一人歩きしちゃってるワードが、それで言ったら白髪染めが悪いわけじゃないじゃないですか、どういう風にされたいのかでもよるじゃないですか、例えば根元の白髪が本当全くゼロになるまで染めてほしいって人だったら買った方がいいと思うし、はい、それは白髪染めってことですね、はい、でも白髪ぼかししたいんです、そうです、実際にやっちゃうとやばいってことですね、そうです、なんか白髪染めが悪いみたいな感じにも逆になっちゃってるので、それはそれちょっと違うんじゃないかなと思います、ね、その名前だけが一人歩きするのは良くないなと思うんで、名前だけ一人歩きは本当怖いですよね、うん、ミルクティーベージュとか、ああ本当そういうことですね小川さんが作った技術なんでしたっけ、ときめきベージュ聞いたことないんです鳥さんないですか、ときめきベージュ、はい、まあ多分船橋からまだ上がってきてないです、あの一人歩けてないです立ち上がってもない、立ち上がってもないです、いやときめきベージュじゃなくてちょっと耳かけポケットだと思った俺はときめきベージュ来ると思ってなかった耳かけポケットもあるんですよ、耳かけポケットはね、あ耳かけるときに耳ショートヘアの時のちょうどかけるところなんですけど、そこにポケットを作るっていう感じです、 YouTube 内だけなんですけど、流行ってるんですそれ見て来ていただいたお客様もいらっしゃる、あの耳かけポケット作ってほしいんですけどありがとうございます嬉しい耳かけポケット知ってるみたいな、ね、ポケッターの方に、ポケッターの方にもらおう、もらおう耳かけポケットのファンはポケッターっていう、ポケッターです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、表参道表参道ですからね、まあでも場所関係ないですよね、すごく思いますけどでもやっぱり、はい、表参道で髪を切ったとか、はい、銀座で髪を切ったとか、その方の満足度上がるじゃないですか、まあ、ジャッジも厳しくなりますけどね、そうなんですね、うん、確かに両方ありますね、そこのハードル満足度もそうだし、はい、技術のハードルもかなり高い、まあ、気合入りますね、村田さん表参道で第一線でやってるわけじゃないですか、はい、第一線で輝いてる方からして、はい、やっぱその表参道のサロンだったら、うん、やっぱ結構いるんですよ、うちちょっと千葉の船橋でちょっと若干離れてるんで、はい、表参道で切ればショートうまくいくでしょって思ってる方、そういう考えはやっぱちょっと僕は違うと思いますね、はい、あんまりこの場所で安心だよっていうわけでもない、はい、そうですね、もう本当担当する人ですね、場所ではなくて、うん、正直その講習とか僕あの全国各地回らせてもらってるので、うん、東京のそのこそ表参道とか銀座の美容師さんもいますし、沖縄の方もいれば北海道の方もいるっていう状態でやるんですけど、別に表参道だからとか銀座だからうまいとか絶対なくて、むしろ全然できない人もいるんですよ、うん、で逆に地方ですごい上手なカットされる方もいるんで、まあ、その人たちがどういう発信をしているかにもよるんですけど、とはいえやっぱ見つけるの難しいじゃないですか、そうですね、僕のおすすめで言うとやっぱり SNS こう YouTube だったりとかインスタとかを上げられてる方の本当リアルな作品で、しかも動画がいいですね、写真は本当に信用しない方がいいと思いますね、加工すごい強かったりとか、僕らは分かるけど一般の方は分かんないじゃないですか、首細くしてれば可愛く見えたりするじゃないですか、これはもう小川さんが言うのとわけ違いますからね、今のインスタは信用しない方がいいですよって小川さんが言っても全然お前黙れよってなるけど、もうインスタの王者が言ってるから言葉は、 YouTube やってるからってうまいことももちろんないじゃないですか、そうですね、結局はその人が作ってるものを最後に見た時に本当にどうなのかっていうところですよね、聞いた聞いたこれですよもしかしてファンですか本当すもうちょっと、いやもうやめる、もうやめ、サジ投げちゃった、お疲れ様でした、カットしていきますね、お願いします、今日は結構直毛の方なんでなるべく柔らかくしたいんでレーザーで、僕両方使うんですけど、ハサミだけでいく人もいればレーザーっていうカミソリを使う方もいますし、両方使う方もいるしみたいな感じ、それやっぱ髪の毛によって違うんですか、そうですね、本当にその通りです、お客様に合わせるっていうのがすごい大事だと思うんで、松井さんショート今まであるんですか、ショートあります、 2,3 年前、なんで伸ばされたんですか、その後頻繁に切れないそっかそっか、自然に伸びていってそのままに、はい、メンテナンスはやっぱりショートの方が早いですね、そうですね、どうしても、でなんとなく似合ってるようなちょっと年上に見えるようなと思って、はいはいはい、
長い方がいいのかなと思って。そんなことないです。そんなことないですか。はい、全然そんなことない。ショートの髪のそんなことないですはもう影響力が違いますよ。小川さんと違う。小川さんと違うね、やっぱり。小川さんマジで松井さん、そんなことないよ。そんなことない。それもう言ったんですよ。村田さんがそれ言ってるから。だって言ってるよ。ちょっとあの邪魔な。ちょっと切りづらいです。今日はなんせあのちょっと狭めで言ってるんですよ。なんでかって今日で小川さんのファンは結構僕の方に来たかな。持っていかれてもいいです今日は。いいんですか。はい、諦めていただけるってことでよろしいですか。今日はもうこんな間近でこうっすよ。こんなところで見れます。講習の時とかもこんな近くで見れないですよ。こんな近くで見る人いないですね。まず意味ないし、そんな近くで見ても意味ないでしょ。意味ないと思うじゃん。バカの考えで近くここには刻まれるから。ちょっとどいてもらっていいですか。もうこれこのこれ超見てた。ちょっと大丈夫です。つまやみ切るんで。やっぱ顔周りあると違うんですか、松井さん。安心感やばくないですか。安心感あります。全部出ちゃうよりは。でも本当は出てるスタイルの方が好きなんですけど、はい、自分の骨格に似合わなくて諦めた、はい、それで言うとすごい大事なのが顔周り以外にももう一個あって、トップのボリュームめっちゃ大事なんですよ。ここがさっきみたいな分け目がしっかりついちゃって分かれちゃうとやっぱり何やってものっぺり見えちゃうんですよ。だからこう顔が引き下がって見えちゃう。そうなんです、悩み。ショートにしたらそこは全然解消できます。メリハリをつけてあげると表情っていうのはすごい立体的に見えて、しかもここも締まるんで顔がどっちかというとシュッとして見えます。もうよかったじゃないですか松井さん。シュッとして一回乾かします。はい、いつもここって時間か結構かかるんですか。そうですね、もうここが量取るのは正直一番時間かかるんで。じゃあちょっとポケット作っていきますね。聞いた今。聞いた。でしょ、夢のコラボ。ついに実現。筋トレしてるんですか。筋トレですか。してます。何ですか。何ですか。俺見抜いたんですよ一発目の時に。筋トレ調理さんやってんだろうな。別に誰でも分かりましたよ。自分がすごいみたいな。いい、なんか結構普通にガタ良かったっすもん。いやいやいや、じゃあどんな筋トレまでやってるか当ててよ。そこまで言うな調理さんの、うん、俺思うんだけど上半身メインでやってるから。僕ですか、はい、全身やってますよ。全身やってます。上半身の作りがカットスピード踏み出すためにカットは関係ないかもしれない。そんな力んでやんない。あんま関係ないんで。そういうんじゃないんだよ。あれですよね、腕立て。腕立てはしてないです。マジですか。はい、本当にしてないです。ジムで鍛えてるんで腕立てはしないですね。結構恥ずかしいやつです。金払ってるのに床でずっとこうやってるって。家でやるよ。ありがとうございます。おお、こう丸いこうすか。丸いあのツンツン毛がやばくないですか。あてさん、若返りましたね。若返った、いい感じですね。こちらが僕はそれこそもうめくってもらっても全然わかんないと思います。白髪染めゼロで。そうですね、まあ厳密に言うと白髪をそんなに染めているわけじゃないので、
やっぱりめくるとちらほらいたりとかは絶対あるんですけど、うん、まあ、絶対目立たない。何よりもそのハイライトのメリットって、伸びてきた時にプリに見えづらいっていうところがいいじゃないですか。白髪の比率少しだったじゃないですか。あんまりそのハイライト以外のところをすごい明るくしちゃうと明るいカラー剤のプリンが出てきちゃうんで、かえって気になる。ハイライト入れれない方はその方がいいんですけど、入れれる方は逆にこうオレンジ目とか消せるぐらいの落ち着いたカラーにしてあげてハイライトしてたら、伸びてきた時に自然にハイライトが出てくるんで、白髪がより目立たない期間が長いし、プリンも目立たずにいけるんで、こういう風にやってあげた方がいいかなって感じです。全くオレンジ感じないですもんね。スタイリングしましょうか。使ったことないワックスですけど、やってみます。ワックス結構ね重要ですからね。つけるときは必ず後ろからこうやって根元の方から先まで、で逆に顔周りって髪細いので、あんまりつけすぎたくない。ペタッとしちゃうんで、大体ふわっとしたいじゃないですか。おお、なんです、なんですの、あれ渾身のリアクションありがとうございますやばっ、こう来て、で、こう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 、おお、分け目深く作ってあげたら割れないんで。分け目を深く作ってあげるっていうのは、従来だったらもっと多分この辺からパッカリ割れてたんですけど、はい、前髪も深く作ってるんですよ。この本当は割れちゃうエリアのところも前髪こうやってカバーできる感じで作るので、うん、気になりづらいって感じですね。普段のやっぱスタイリング重要ですね。スタイリングはやっぱ大事ですね。噛んだわめっちゃここで噛むかってところジャブジャブ言ってました洗ってジャブジャブジャブお前人が噛んだ時だってさ上げ足取ったかのようにさ言うな。大丈夫です、僕の好感度落ちてないんでこんな感じで。めっちゃ丸いですね。はい、すごい、軽いし丸いやばオレンジじゃないし、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。いい感じだと思います。これだ、今までで一番軽いのこの襟足とか。そこ透けた方が首も綺麗に見えますよね。違うんです。おいいですね。やべえよこれは。全然違う。ここですね、このコーナーのここちゃんと顎の形に沿うようなイメージに来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。なんですかこれこれだよ、勝利さんのショートだよ。やばやばいよこれ、この松井越しの勝利さん松井越しの勝利さんはもう勝利さんにフューチャーしちゃってもういいっす。今日ありがとうございます。ありがとうございます。初コラボ、はい、また何かあってもいいですか。はい、なんかあってます、はい、また来てくれたりとかももしかしたら、まあ、コラボゆくゆくまた、はい、行けたらなと、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。